はい、改めましてこんばんはでございます。今日はちょっとすいません、絵が出ておりませんけれども、ちょっとね、いつもと音声の、系統ちょっと別のものでやっておりまして、今日はですね、いつもの重心とはちょっと変わりました。先週ですね、ちょっと、告知いたしましたけども、8月の14日に、まあ、G1 クライマックスとなった日ですね、私は観戦に行ってまいりました、NUWA と RWO の、合同の自主興行という、これちょっとお伝えし、ね、まだしてなかったのでお伝えしようかなということで、今日はなんとですね、その NUWA からですね、まあ、ゲストをちょっとお招きいたしまして、お送りしようと思いましてね。じゃ早速ですけども、まあまあね、さっきちょっと出てましたけども、お呼びいたしますが、NUWA の、大腸ケア選手でございます。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すごいですね、この重心 の、まあ、あの雑談の枠とかですね、その友達とかこう、なんていうんですか、雑談でこうなんか音声乗っかって出てもらったりすることあったんですけども、この重心の枠で初めてのお客様ということで、ね、本当に記念すべき第1号でございますよ。ありがたい。ありがたいですかね。はい、ではと、まあ、興行の前にですね、まあ、あ、そうだ、この画面をちょっと出しましょうかね。ですね、はい、こちら画面出ましたかね。まあ、本人の絵ではないんですけども、ツイッターのね、はい、あの絵がこんな感じのケアさんでございますが、はい、まあ、その興行をねご紹介する前に、ちょっとケアさん自身のことをちょっと伺おうかななんて思ってるんですけども、はい、まあ、ケア選手は、まあ、簡単に説明して、その NUWA という学生プロレスの、まあ、レスラーということですよね。はい。で、やっぱりね、そうやって自らプロレスをやってみようなんて思うからには、やっぱプロレスがもともと好きでっていう。そう、はい、そうですね。結構、じゃあそのちっちゃな頃からご覧になってたというか。そこまででもないですよね。まあ、今から、6年前ですか。6年前、はいはい。ちょうど新日本が、ええ、ウェスナー政権の頃に、ああ、初めてワードプロレスを見て、ええ、そこからファンになりましたね。ああ、まあ、じゃあ入り口は、まあ、新日本プロレスだったと。もっともっと入り口行ったら、ハッスルですかね。あ、ハッスル。ああ、はい、なるほど。まあ、じゃあ、やっぱりその、何気なくというか、そのテレビ、地上波でやってるのを、まあ、たまたま見てっていうような、たまたまというか。へぇ、はい、それで、じゃあ、もう、その時に、じゃあ、もうプロレスをやりたいと。やりたいとはあんま思ってなかったんですけど。ああ、まあ、最初は見る方というか。はい。いや、でも、やりたい。ね、実際やってるわけですからね。はい、すごい。で、実際やろうと思ったっていうのは、どういう。実際、YouTube でコプロレスの、まあ、いろいろ見ていましたら、はい。そのうちのプロレス研究会の動画にヒットしまして、ああ、はいはい。それで、こう、やってみようかなっていう。ああ、じゃあ、もしかしたら、はい。実際その団体の見て、はい。あ、じゃあ、逆によくね、そのスポーツやる方なんかはほら、あ、なんか部活ね、この野球やりたいからこの高校に行くとか、なんだろう、あるけど、やっぱそういうプロレスがしたくてその大学を選んだみたいなところもあるんですかね。そういうのは全然なくて。あ、そういうのはなくて。いや、大学入って、ええ、もう去年の夏休みにその動画を見て。ああ、もう大学に入ってからなんですね。はい。ああ、じゃあたまたまそういう活動のある大学で良かったですね。良かったというか。はい。ああ、じゃあその辺はもう運というか。運ですね、本当に。ねえ、それで、デビューが去年の、はい。秋でしたっけ。秋。はい、11月の末ですね。ああ、普通の選手だと、まあ、4月にね、学校入りますよね。はい。で、まあ、大体まあその4月か5月ぐらいにまあそのサークルというかに入って、大体デビューっていうのは、まあ、去年から自主興行が8月に始まりましたので、はいはい、
去年からの人は大体8月にデビューするんですけど、ああこの夏の自主興行に合わせてデビューを、それまではやっぱり10月の学祭シーズンでデビューっていう。ああなるほど。あじゃあもともとは、まあ、別にデビューとしてはまあそのシーズンなんですね。はい、自分はちょっと10月から入りまして、ほうほうほう、それで11月の末にデビューって結構あのアップアップでして、すぐですね、もう入ってすぐですね、はい、その練習を積む間もなくというか、はい、すごいですね、やっぱそれでも で、まあ、できるもんというか、まあ、できちゃうもんなんですね。で、まあ、デビュー戦は本当に先輩方に本当に引っ張ってもらったっていう、ほうほうほう、はい、そうですね。まあそれでじゃあ、じゃあまだ1年満た、活動としては1年満たないぐらい。満たないですね。はい、ああ、それで、いや、私ね、この前、あの試合ね、見させていただいたんですけども、そうですね、1年やらないぐらいでも、やっぱあれだけの、なんかね、なるもんなんですね、なるもんっていうか、そう、私はね、プロレスを全く見る側だから、その、やってて、どうね、自分がこう、上手くなっていくのとかっていうのは、全然感覚わからないところなんですけども。すごいですね。普段の練習とかっていうのはどう、まあ、リングは学校では持ってない、ね、持ってないですよね。はい、じゃあ普段はじゃあそのリングではないところで、はい、まあ、集まってきて、そうなんですか、基礎トレーニング的なことからやっぱりやるんですかね。今日はやっぱり、まあまあ、ブリッジと受け身ですね。ああ、ブリッジと受け身と、あ、よく、はい、あの、ね、顎が床につくなんていうね、はい、例えもありますけども、ああいうのから受け身、やっぱ受け身ってのはやっぱり大事というか。そうですね。怪我しないことが第一ですので。ああ、まあそうですよね。はい。まあ受け身とかね、ささ、取ったことないんでね、あれですけど、やっぱその、やる前と、始めてからと、そういう、もちろんやっていくのでもちろん変わっていくのもあるでしょうけど、その見るプロレスとしてもやっぱなんか見る目とかはやっぱ変わっていくもんなんですかね。結構やっぱりそう、やっぱり受け身の一つ一つのこう形っていうか、ああやっぱ自分がやってるからこそやっぱあいつの受け身はいいなとか、はい、あいつはまだまだだとか見えてくるわけですね。はい、試合のその受け身の強弱っていうか、あ、受け身の強弱、これはちょっと面白いことですね。言葉に合わせて、なんか、なんていうか、そう、やっぱりその、試合始まった直後と、その終わりの方でやっぱり、その表現の仕方もすごく変わってくるわけじゃないですか。ああ、まあ、そうですよね。というのは、こう、はい、それなりに、こう、よく注意してみるようになったっていうか。ああ、すごいですね。さすが。やっぱやってる人は違うというか、ね、我々とはちょやっぱ見えてる世界が多分もう違うんでしょうね。やっぱ、その技術的なことってなんだろう、やっぱりね、やってないからその本当の例えば、ね、痛さだったりそのなんだろう、受けのその具合だったりっていうのはね、さすがに分からないですからね、我々はきっと。自分もよく分かってないようなもんです。そうですか。なるほどね、学生プロレスはもうどうなんですかね。なるほど。茶番っていう人もいれば、よくわかんないですね、その辺は。いやいや、でもこの間のその8月のわらびの興行ですけど、まあ私は結構学生プロレスっていうものがそんなにね、まだよくわからないで、まあ入門の状態というかで、ね、見に行ってたんですけど、だからどういうものを見せてもらえるかっていうのもね、全然分からずに行ったんですが、はい、非常にまず感想としてやっぱりすごいちゃんとしてるなっていうか、もっとそのね、この前のその前に見たそのシカプロレスさんの方はなんかいろんなこうアイディアで見せる部分っていうのがあったり、まあ試合で見せる部分 もちろんあったりするんですけど、このね NUWA さんでもすごいもう全部こうガチガチというか、そのきっちり試合でもうプロレスで勝負してるというか、そういうのをすごい感じましたね。まあ、たまに自主攻撃はそうだったんですけど、やっぱりそういうコミックマッチっていうかそういうのをやる
あ、そういうのもやる場合もある、あるんですね。団体の特色みたいのっていうのは、なんかあるんですか、ね、特色としてはキャラが立ってるっていうか。ああ、その、おのおののキャラが。はい。はい、それをすごく生かす方向っていうか。まあ、どうなんですか、ね、他のと比べてってはちょっとおこがましいっていうかあれですけど、やっぱりそう言われますね。あ、そういうふうに、ああ、なるほど。個性が強い。個性が強いと。はい。じゃあ早速というか、興行の方じゃあちょっと振り返っていきましょうかね。はい。もうあれから2週間ぐらい経ったんですかね。そうですね。はい。早いですね。そうですね、本当に。じゃあ写真をですね、いつものこれでいいかな。はい、こちらがですね、まあおなじみというか、アイスリボンのね、道場のわらびの、まあどっちかというと西川口から行った方が近いんですけども、ここで8月の14日ですね、お昼でしたね、あれは、はい、11時半に開いて12時開始という、裏 G1 クライマックスというね、これ、まあ、今日はちょっとカメラ動いてないんで、まあ、ファンフレットというかこの案内の紙をちょっと案内できないんですけども、すごいですね、これまさに G1 クライマックスのロゴですね、これね。はい。で、この講義のテーマといいますか題名ですかね、このそろそろ決めようぜ、ティッシュの匂う、ティッシュの匂う、これは学生プロレスラーをということなんですかね。まあ、もう本家の方のパロディっていうのはそこまで考えてないと思う。あ、なるほど。そこ特に意味はないんだけど、はい、その G1 クライマックスに対抗してるという、すごいですね、はい、G1 クライマックスにこう対抗するっていうのはなかなか大きいです。まあ裏 G1 クライマックスってことですよね。はい。ね、まあ本当にその同じ日にね、両国国技館ではあの新日本さんのね G1 クライマックスやってましたからね。まあ時間は若干というか時間ほとんど被んなかったんですよね。終わってからまあ急いでいけば間に合ったぐらいの時間でしたからね。はい。じゃあこちら、ですね、進めていきましょう。で、まあ中はこんな感じというか、まあいつもの状態ですね。まあ他の興行と変わりません。で、私がですね、まあ大体このなんだ、この鉄柱みたいなところからこう選手が入ってきてですね、こっち側が多分本当は正面なんですよね、この椅子にあるところが。で、その席とは別に、リングの脇にもなんか丸座布団みたいなのが置いてあって、一応そこも座席になってるんですよね。で、私が、まあ、トリプルシックスとかで、観戦に行くときは大体そのもう奥の丸座布団の方にいつも座ってたんで、まあもう迷うことなくそっちに座ってたんですけど、まあ誰もそっちに座る人はいなくてですね、一人でポツンとしてたんですけどもね、まあそんな感じで観戦しておりました。だからまあ見え方としてはちょっと、皆さんから反対になってしまうんですけども、これが最初選手がまず入場してきたんですね。入場式があって、で挨拶があったんでしたっけこれ。そうですね、挨拶とあの一度、ぶっかけ八兵衛選手という。あ、ぶっかけ八兵衛さん。はいはい。はい。が、まあ、挨拶を行いまして。はいはい。真壁浩二選手と、ああ、そうですね。はい、そうです。やってましたね。そうでしたね。はい。真壁選手の、あれやってましたね。あれは G1 優勝した時のね、やつですね。はい。で、まあ、もう試合ですけど、第一試合が、新人デビュー戦。ようこそ四角いジャングルへ、はい、6人タッグマッチ20分1本勝負、フェチロー大長ケアマスクドグー、うん、マスクドグーテンターク、VS、スパンキングストーンノンケロンガイ、クラッシャーチンチンムケロという一戦でございますけども、はい、これが、その新人が誰でしたっけ。これは白いパンツのクラッシャーチンチンムケロですね。あ、チンチンムケロ、あ、このガンダムみたいな。はい、まんまガンダムです、ね。ガンダムですよね。この黄色いね、これが、まあ選手入ってきまして、ですね。
この、なんだ。この光って、まあ、光って見えない人、まあ、順番に進めていきましょうか。こっちがその、はい、奥にいるのがフェチローさんですよね。はい、で、マスクかぶってるのがそのマスクド・グーテンタークさん。で、手前のこの、白い、これはな道着のような、柔道着。柔道着、はい、が、この今おしゃ、ね、お話になっております、第一のケア選手でございますね。これはコスチューム、ケアさんのコスチュームってのはやっぱり、なんですか、ちょっと維新軍的なことなんですかね。いや、高校時代、柔道部だったんで。ああ、バックボーンに柔道があるんですね。はい。まあ、3年間なんで、そんなバックボーンとかではないんですけど。ああ、まあ、で、一応柔道経験者ということで。はい、コスチューム考えようと思ったんですけど、なんか特に面白いのが浮かばなかったんで、ああ、なるほど。そのままあったコスチュームで。あ、なるほど、お金もかからずに。はい。はい、ああ、いいですね。あ、維新軍とはじゃあ関係ないんですね。そうですね。まあ、見ててもね、引っ叩くとかは別にないなと思って見たんですけど、じゃあ維新軍ではないと。はい。なるほど、柔道であるということで。はい。試合が、この中で新人が、どなたが、あれなんですか、デビュー戦の方が。青コーナーの3人がですね。あ、3人とも、あ、3人ともデビューだったんですね。はい。じゃあ、このキングストーンさんと、ロンガイさんと、ムケロさん、ムケロさんの3人が、はい、あ、なるほど、新人トリオだったわけですね。はい。はい、まあ、試合は、どう説明しましょうかね。まあ、手4つから始まりまして、はい、いきなり力比べですね、これね。すごいですね。その3人とも新人なのに結構その試合としてきっちり成立してる感じだったですね、これね。このチンチンムケロ選手は、はい、プロレスを知らないで入ってきたっていう。ああ、このガンダムのチンチンムケロ選手が、はい、はい、すごいですね。プロレスを、じゃあつまり見たこともなければプロレスってなん、はい、まあイメージとしては何かしらあるかもしれませんけど、はい、特にない中、はい、なんで入ろうと思ったんですかね。お、じゃあ自分もよくわかんないですそうですね、プロレスをまず、ね、知ってる人がまずやるような気がするんですけど、はい、すごいですね、プロレスを知らないで、それでプロレスを叩き込まれて、はい、こうやって動いてるわけですもんね。すごいですね、こうやってね、グラウンドとかも、ね、きちんこなしてましたからね、はい、ガンダムが好きなんですかね、やっぱり。ガンダムが、まあ、そうなんでしょうね。あんまり、あんまり接点は、接点というか、あんまりそんなコミュニケーションはないんですかね。いや、まあ、あるんですけど、そこまで聞かなかったですね。あ、なるほど。本当にガン、前のさ、ガンダムのコスチュームするとかは言ってたんですけど、ええ、本当にするとは思わなくて。ああ、なるほど、冗談かなと思ってたら本当にガンダムにしてきたと、はい、しかもなんかこのね、下半身だけっていうちょっと、はい、いいですね。しかもこの膝から下はまた何もないっていうね、本当シンプルなでもガンダムだと分かるというね。どうしてこの手をやっぱ普段、やっぱ普段からやっぱりこういう実践的な練習というかそのことをされてるんでしょうかね。まあ、だからそのスパーリング的に組んでみたとかことは、そう、まあ、スパーリング、まあ、スパーリングみたいなやりますね、練習の派手。そう、はい。で、実際やっぱこう試合で当たってみて、はい。どうしたそのプロレスを知らない人っていうのがやっぱり、やってもやりづらいとかありますかね。でもやっぱり、もう、興行までにはしっかりそういう基本の動きとかは、ああ、なるほど。やっぱり身につけてきたので。特別やりづらいとかはなかったですね。それがすごいですよね、本当に。多分プロレス、まあ、まあ逆になんかそういうなんだ変な癖がなくすんなり入っていったんですかね。はい、で、次にこう出てきたのが、マスクド・グーテンタークさんですね。このグーテンタークさんというのは、はい、海外からということですよね。海外からの留学生、はいはい、ということですよね。はい、どちらからいらしたんですかね。一応、なんか、
本人はドイツから来た。あ、ドイツ、ああ、そうでした、ドイツでしたね、そうでした、そうでした。すごいですね、ドイツからやっぱりその、来るほどそういうなんか世界的なネットワークが団体にあるわけですね。はい、まあ、やっぱそういうことで。やっぱ日本にはそういう NWA という団体があると、ぜひそこでちょっと、はい、あのね、マット、ね、NWA 待って上がりたいということで、ドイツからわざわざいらしてるわけですからね。はい、ファイトスタイルとしては、やっぱそういうジャーマン的なヨーロピアンスタイルだったんですかね。ヨーロピアン、まあ、どうでした、見てて。まあ、ちょっと飛んだりした部分もありましたし、まあ、やっぱ昭和ベース的なことなんですかね。はい、やっぱまあ本体敗退っていうのはしっかりと地に足ついたって感じでしたもんね、コーナーからです。で、この対しますこの方が、この方が何でしたっけ、キングストンさんですか。こちらはノンケロンガイ。あ、これは、あ、これはロンケロンガイさん。はい、この方も、この方はプロレスは持った状態で入ってきまして、はい、とにかく180ぐらい。あ、そうですよね、大きい方。この方があの、はい、あの伊藤隆二だっていう。もう伊藤隆二みたいな。そうですよね、なんか雰囲気がありますよね。はい、なんか顔の、なんだろう、この眉毛のリリースさというか、はい、まあ、ちょっと今ね、顔は映ってないんであれですけど、そうですね、なんかちょっとナチュラルに大きいというかね。はい、はい、あ、で、こういう、そうですね、ヘッドロックからの、あ、やっぱ基本に注意したんですね。はい、はい、こういう攻防ありまして、あ、これパ、ボディスラムですかね。あ、こんなやっぱキーロックとか、やっぱ昭和好きなんですかね、このドイツの方は。やっぱ昭和が昭和好きなんですかね、やっぱ。まあヨーロッパのレスリングっていうと、やっぱりあんまり今はそこまで聞かないですけど、やっぱね、どっちかというとやっぱりそのカールゴッチですとか、まあ、はい、ああいうね、古いイメージがちょっとありますけども、はい、でもそういうとこ意識したんですかね。で、これが、その、これが、この柄の人が、右側がフェチロー選手。あ、これがフェチロー選手。はい、フェチロー選手はじゃあ 先輩ですね。はい、で、こっちが、スパン・キングストン。これがジョン・シナー。はい、ジョン・シナの大ファンということで。あ、ジョン・シナのファンなんですね。もう好きでジョン・シナになっちゃったんですね、自ら。はい、あ、なるほど。じゃあもうアメプロじゃ結構好んでらっしゃるんですかね。はい、アメプロが好きらしいですね。このフェチローさんっていうのは何かモチーフというか。ドラゴンゲートが大好きということで。ドラゴンゲート、はあはあはあ、ドラゴンゲットと AKB48 が大好きということで。あ、なるほど。はい。それが合わさったらこうなると。はい。すごいですね。すごいコラボですね。はい。と、エルボーの打ち合いからの、あ、もう変わっちゃってますけど、またガンダムが出てきまして、はい、結構このね、ガンダムに結構厳しい攻めが入ってますね。はい、こうチョップというか、もうすぐ結構なんだろう、このプロレスの洗礼っていうんですかね。はい。結構その、胸真っ赤になってるぐらい、あの、結構打たれてましたよね。はい、あ、ケイ選手も打っておりますし、これバアトミックドロップですかね、これね。アトミックドロップ、やっぱりあのケイ選手も結構その昭和好きだということで聞いておりますけども、はい、やっぱりケイ選手はまあ一応ね、ケイ選手の名前はケイ選手ですけども、はい、別にあのケイ選手そのものを表現してるわけじゃないですよね。そうですね、どっちか、まあ、とにかく誰というわけでもないですけど、その昭和的な、はい、昭和です、昭和なんです。はい、それパワーファイター系、まあ、なんていうの、坂口誠二とかああいう感じですかね。はい、一応坂口誠二が好きで。あ、坂口誠二が好きで。あ、なるほど。あ、はい、でももう、でもプロレスを見るようになった頃にはもうね、引退されてますよね。はい、あの、まあ、たまたま見たビデオで、あ、はいはい、UWF と新日本が構想してるとき、はいはい、そういうのがあって、高橋誠二が宝の武庫をやってるのがあって、それでやっぱりかっこいいなって。あ、なるほど、はい。あ、そうですよね、柔道つながりでもね、ありますもんね。
沢口さんもねやっぱ柔道ですから、でまあずっとねこうガンダムさんの捕まる時間が長くて、ね、もうすごいですねこんなね、つい最近プロレスを知った人にどんどんチョップを打ち込んでいくというね、はい、厳しいですねやっぱ先輩方、やっぱでもそれぐらいやらないとやっぱね、やっぱプロレスの厳しさをやっぱ伝えたいですからね、え、もう一緒にしてはデビュー戦ですからね、そうですよね、はい、あ、でもやっぱりすごいですね、ナチュラルパワーというか、あ、いい顔してますね、はい、ちょっとやっぱこの写真なんか伊藤隆二的な本当にものがちょっと見えますね、まんまじゃないですかで本人は別に伊藤隆二は別に意識してないですかね、どう、まあ、入場曲は伊藤隆二ですけどね、あ伊藤隆二、ね、ちょっと好き、まあ好きなんでしょうけどやっぱり、うん、でもリュウジって言われて嫌な顔はしてないんで、ああなるほど、はい、やっぱプロレス好きだったらやっぱり悪い気はしないでしょうね、そうやってレスラーに似てるっていう、まあレスラーにもよるでしょうけど、でもイトリュウジに似てて悪い気はしないと思いますね、いいラリアットもありましたし、すごいですね、河津掛け、あ、でこの合体攻撃もねなんかすごい、キャー選手受けてますけど、無茶なことするなって思いましたよね、本当に。やっぱこうもう息が詰まる状態ですか、こういう技はやっぱり。100キロが一気に乗っかってきましたからね。おお、そうですよね。しかもこの2人で投げてるこの勢いもね、ありますから。そうね、こう、ちゃんと、まあ当たり前ですけど、ちゃんとね、受けてますもんね。はい。で、ちょっとケア選手の捕まる時間がここで。長かったんですけども、どうやって逆転したのか、まあ食らってますけど、あのカウンターで返して、はい、キングストン選手の、はい、の必殺技だって、フィニッシャーが FU、 ああそうですよね、もう FU だけは食らっちゃうなと思って、あ、なるほど、そこを返して、あ、 DDT で返し て、 っていう、でこれはもうフィニッシュですね、切り返してのカナディアン、はい、これやっぱこだわりがあるんですかね、あの戦その前、戦そのさらに1週前ですかね、お寺で興行された時も、はい、あれですよね、カナディアンで決めてましたよね、はい、やっぱ普段からそうですね、普段からのやっぱフィニッシャーなわけですね、はい、思い入れのある技、思い入れのある技、いいですね、はい、でこれでまあ取りまして、ギブアップですかね、はい、ジャケン選手の組が勝ちましたということでございました、いやーすごいですね、はい、まあちょっと先もあるんで次々いきますけど、第2試合が、これも新人のデビュー戦なんですね、はい、これは何て読むんですかね、八百長ラプソディ大型ルーキー、わらび場所シングルマッチ20分一本勝負、ヤリツィン大統領 VS、親方ということで、これは親方さんのデビュー戦ということですね、親方選手のデビュー戦ですね、はい、ヤリツィン大統領さんというのはこの手前のピンクのマスクの方ですね、はい、で、親方というのがちょっと今顔がですが、まあ、この大柄の、まあ、まさに親方という人ですよね、はい、ちょっとお相撲的なちょっとそういう体つきというか、肩も確か120キロとかある、そうですね、120キロ、身長もあるんでしたっけ、身長もなんか自分よりちょっと大きいぐらい、180近くありますよね、なかなか 大型選手ということで、はい、でやっぱりその親方というのはやっぱ相撲モチーフというか、はい、やっぱもうまあね、あの見て納得しましたけどあ、これはもう親方しかないと、はい、この方な、お相撲、実際お相撲やってたわけではないんですね、はい、バレーやってました、バレー、バレーとバレーボール、バレーボール、はい、あんまバレーボール的なねあれじゃないですけど、ジャンプやっぱ跳躍力とかもあるってことなんですかね、そうなんです、あんまり練習ではするんで、そういう場面見たことないんです、バレー的なものは感じさせないけども、まあとりあえずやってたと、はい、
ヤリチン大統領さんは、もう、だいぶ4年生ですよね。ですね、はい、でこの方はやっぱ、まあ、大統領ということで、だいぶ偉い、偉いですよね、多分大統領だと。はい、これは特にレスラー的なモチーフは、本日はブレッドハートですとか、あ、タイツがそうですよね。はい、そんな感じで、ま、なんかマスクマンのモチーフは別に。ないですかね。マスクがどう、はい。マスク自体にモチーフはないと思います。ああ、まあ、とにかくブレッドハートだと。はい。なるほど、そんな2人の試合でございますが、やっぱりそのデビュー戦ということでね、あれだったんですが、その、あ、親方ですね、本当に。この方は親方ですね。はい。やっぱその体格差がやっぱりすごいあるんで、これね、大統領さんはそんなに、ね、横は大きくないですからね、まあ、身長もそうか、はい、親方の方が、はい、でキャリアは勝ってるんですけども、やっぱりそのナチュラルなパワーにだいぶちょっと苦戦をしてた感じに見えましたけど、はい、ケア選手自身はもう自分の試合終わってすぐセコンドというか、そうですね、リング脇でご覧になってた、まあ、セコンドについてます、ね、ですよね、はい、見ててどうですか、この新人がこれだけ、まあ、自力というんですかね、そのパワーで先輩を押していくという、はい、もう見ててヒヤヒヤしてましたね。いやいや、はい、なるほど、やっぱその、まあ、先輩なり後輩なりその他の選手の試合を見てるときっていうのはやっぱ自分と当たったらどうしようかとかいろいろやっぱ考えるわけですか。そうですね、どういうのが来るかとか、ね、どうやって自分が攻めていくかっていうのは常に考えるか、はい、なるほど、やっぱりね、体格差はちょっといかんね、こうなかなか返すことができる、このね、大統領さんが、はい、こう捕まるところが多かったんですけども、はい、でこういうグラウンドとかでやっぱり、あ、グランダヘッドロックも持ち上げてバックドロップ、はい、すごいパワーですねこれね、はい、でブレーンバスターを、大統領がこう狙いに行くんですけども、これもやっぱり上がらないで返されてしまうと、はい、圧倒的ですね、もう全部返されてね、これはもう一本取るんじゃないかっていう、本当にね、はい、やっぱなかなかそうやって先輩にこう、なんだろう、先輩から一本取るっていうのはやっぱり本当に、しかもそのね、デビュー戦でっていうのはなかなか多分ないこと、はい、だから本当にあれですよね、まあ、ある意味のこうヒヤヒヤする瞬間ですよね、やっぱり。で、ヤイチン大統領も、まあ、タッグ、そうですね、チャンピオンなんですもんね、はい、まさかチャンピオンが敗れるわけにはいかないですもんね、はい、これはもう大変なことですよ、はい、でまあなんとかロープに逃れまして、キックですかね、足攻め、あ、そう、なるほど、大きい選手はやっぱ下半身から攻めようという、はい、こうやっぱ知ってるわけですね、こういうプロレスのイロハを。キャリアも長い、キャリア4年とあって、そうですよね、やっぱそういう攻め方は、はい、まあ、パワーでは負け、ね、負けるかもしれないけども、そういう攻め方は心得てると、これ、まあ、足の膝のキーロックですかね、これね。で、あ、こう悪いことするんですね、この鉄柱攻撃ですね、この膝をね、あ、で、これが、あれですね、パイプ椅子を踏み台にしての、まあ、ドロップキックというか、はい、でしたね、やっぱすごい、やっぱうまさがやっぱある選手なんですね、はい、やっぱ膝攻め、で、これがトップロープからの、なんでしょう、ダイビングヘッドですかね、はい、膝に向けてですかね。はい、でさらにこれは、監獄固めですかね、監獄固めじゃないかな、インディアンデスロックですかね、はい、すごい徹底した足詰めでこうやって逆、はい、ね、相手の動きを封じて、やっぱりどうしても、ね、踏ん張りが効かないとどんな技も出せませんからね、チョップ一つにしてもやっぱり腰が入らないと、はい、そうやって足詰めしてて攻略していったと、あ、で最後は、フィッシャーマンですかね、はい、で、あ、投げ切ったわけですね、いいこのつま先立ち、はい、素晴らしい、あ、でここで、まあ、ちょっと、ね、はい、パワーで返すんですが、最後は丸め込んだ的なことですかね、そうですね、まあ、メキシカのインクラッチ、
ああ、はいはいはい。で、まあ、スリーカウント。さすが、キャリアが、もの言いましたね、これは。はい。これなかなか面白い試合でしたね。さすが、大統領、ね、チャンピオンの、タッグチャンピオンの、名目を守りました。であと、全然紹介してなかったんですが、レフリーも、いろんな方が、そういえば。今日は選手が、あれですね、名前もこうちゃんと、はい、レフリー用の名前っていうのがあるんですね。まあ本当その場ですね。あ、その場で、ね、これもちろん興行中は、まあ、あの場内実況というかが はい、あるんですよね。でそれも、まあ、代わり番号というか、はい、あ、その場のあれで決めてるんですね。その場の森っていうか、まあまあその大体のというかですね、きっと、はい、はい。で、次の試合ですね、またこれも第3試合もまた新人のデビュー戦ということで、はい、すごいですね、デビュー戦が 3試合も続きましたが、はい、新人デビュー戦第3試合、学プロ永遠の命題、ベビー対ヒール、タグマチ30分一本勝負、一人で抜けるもん、ドーテーズ VS、ドクロ京志郎カリートカリビアン .com ということで、これはカリート選手がデビュー戦、どうですか？ドーテーズ選手もデビュー戦。ドーテーズ、あ、なるほど。さっきのほどの第1試合とは違って、分かれたわけですね。その新人同士が組むわけじゃなくて。はい、なるほど。はい、で、この一人で抜けるもん選手というのが、これはどう、なん、猪木的なことなんですかね。猪木、藤波ですかね。まあ、そういう昭和テイストな、そうですね、ビル・ロビンソンが、あ、ビル・ロビンソンが、あ、そうですね、人間風車でしたね、そういえばね、そうですね、なるほど。でもね、ガウン的なもので出てくるんで、てっきりそういう藤波ですとかそういったところなのかなと思ったんですが、ビル・ロビンソンだったと。まあ、いろいろとその昭和スタイルをこう、なるほど、いろいろな要素を取り入れたわけですね、はい。で入場曲が蒲田行進曲というね、はい、あれがいいですね、雰囲気が、手拍子もしやすいし、 あれいい曲ですね。で一応写真に写ってるのがこれが、新人の2人ですね。そうですね、テーズさんと黄色のロングタイツが、ドーテーズ選手で、はい、ここ真ん中の黒の、ハーフパンツの選手がカリーとカリビアン .com でした、ね。なるほど。ドーテーズさんは多分まあルーテーズというか、はい、名前はルーテーズですけども、はい、ね、はい、ファイトスタイル的にはテーズじゃないですよね。ここには三沢選手が、あ、三沢、やっぱり三沢選手なんですね。ちょっとタイツのね、色は違うけども、その、はい、その配色というか、その白の部分の色の部分が、あ、三沢的なタイツだなと思ってたんですが、三沢さんだったんですね。ドーテーズ選手もそのプロレスをあんま知らない状態で入ってきたっていう、はい、非常に異色の経歴の持ち主。なるほど。だけど三沢選手のことはご存知というか、はい、だったんですね。武藤選手や三沢選手がその海口っていうか、ああ、なるほどなるほど、はい。でこのペイントしてる方がカリビアンさんですけども、はい、これはね、カリート、これもカリートは名前だけなんですかね。まあ、カリート、カリビアンっていうレスラーと、カリビアンコム、カリビアン .com っていう、まあそういう、ありますね、有料というか、配信的なものですよね。はい、あ、そういう配信的なものがお好きな方ってことですかね。そうですね、まあ、あんまりね、はい、男性で嫌いっていう、ね、宣言する人はそんなにいないと思うんですが、まあ、あんまり利用してるかどうかはちょっとあれですけど、はい、あ、まあ、その配信的なものもちょっと好まれてる、はい、こういうのを愛してる方だと、はい。で顔にペイントされてますけども、これは、まあ、まあ、試合がご覧になった方は分かると思うんですけど、非常に悪いレスラーっていう、そういうのでもろとそういうペイントとかもやってみたかったってことで。なるほど。葛西純選手や、そういう。ああ、はいはいはい。大日本が好きということで。大日本好きなんですね。はい。ということで、まあ、その2人がまず
組み合ってですね、ロックアップからの、そうですね、新人同士でもこうやっぱり形にしていかなきゃいけないというのは結構あれ なんかプレッシャーがかかったりするものなんじゃないですかね。自分もレフリーとして見ててこうどうなるのかなっていう。ああなるほどなるほど、はい、そうですね、この試合はサバイスだけですね。はい、ね、その先輩と当たるときは最悪、まあまあね、その先輩が何とかしてくれればみたいなところがあるかもしれませんが、新人同士ではねそうはいかないですからね。そんな、組み合わせ前2で、出てきたのはこの2人は何でしょう、ライバル関係的なものにあるんですかね。そう、まあ、スタイル的にも結構近い部分があるっていう。あ、なるほど。ですね、紹介します。この手前のちょっとタイツの方が、一人で抜けるもんさんで、奥の人が、ドクロ京志郎さんというね方ですね。京志郎さんは、確かもう結構キャリアのある選手ということで、2008年に NKW という草プロレス団体をデビューしまして、そして、2009年はその、まあ、欠場をしまして、あ、休まれてたんですね。はい、で2010年からまた復帰ということで。なるほど。不合キャリア3年目ですか。3年。はい。そうですね。じゃあその、いわゆるじゃあ高校生ぐらいから。高校2年、高校1年の春。高校2年。なるほど。そのくらいの。はい。そうですね。高校の時からプロレスをやってるってのはね、なかなか、あんまり、ね、多分探してもそんな聞かない。まあ本当にデビューした人は別です。本当に言ってか、そのね、船木さんみたいな、ああいう若い時に入門してる人は別ですけど、なかなかね、はい、高校時代にプロレスに打ち込むっていうのはあまり聞かないですけど、すごいですね。でこの、抜けるもん選手というのがその紹介してますが、昭和を愛するレスラーということで、はい、で京志郎選手もスタイル的には昭和なんですか。昭和というかヨーロピアンスタイルというか。ヨーロピアン、でいろんな多彩な技というか、はい、ね、スマッシュに来てるあのベネノ選手のムーブですとか、はい、あとあのロケットパンチですとか、はい、ああいった技も繰り出してますけど、やっぱりキャリアが長いということで、あ、いろんな引き出しがあるということですね。そういう、まあ、陸上でもこうやっぱ見てわかるように、はい、余裕があるんですよね。そうですね、やっぱ京志郎選手は私は見てても思ったんですけど、やっぱりどっかちょっと、まあ、試合をこなしている数の分のキャリアなのかもしれませんが、やっぱりなんか一つ頭出てるなっていうような感じに見えましたね。はい、ですので、もうやりたいことは何でもできちゃう。そうですね。やろうと思えばもうできちゃう。あ、なるほど。はい。なんか、なんていうんですか、独特のオーラがあると言いますか。はい。そうですね、レスラーとしてとてもなんか色気のある方だなと思って見てましたけどね。はい、でそんな2人がつかりましたけど、あ、これなんか暗くなっちゃったんですが、そうですね、これはですか、京志郎さんが、アンダーテイカーが好きで、はい、でテイカーの入場を意識したんですかね、これ。別に暗くなって明るくなったけど、別に誰も出てこなかったという、はい、アンダーテイカーは出てこなかったっていうことですよね、多分。もうちょっとまあトラブルなんで、はい、まあ、照明を切り替えたんですね。はい、ワラビー、これね、新しい照明が導入されてたんですね。ちょっとこの写真の色合いが変わってるのは照明が変わったからなんですけども、はい、LED がついたんですかね。そう、あ、やっぱそうなんですね、こういうキーロック、キーロック、いいですね、キーロック。なるほど、こういうブランドの、あ、これもスピニングトーホールドですかね。はい、あ、これで余裕を見せるわけですね、こうやって、はい、ね、横に寝て、はい、そうですね、結構人気もあるというか、結構いろんなこうタイムラインというかツイッターとかこう見ててもそのね、京志郎さんのファンの方っていうのは結構なんかいらっしゃるなっていうような感じで、まあ、自分自身ユーストリームは変わってますし、あ、そうですよね、京志郎さんもユーストリームをやられてますね、はい、
自分でそのファンを取り入れる。なるほど、そうやってもう自分でプロモーションというか、そうやって広げてファンを取り込んでるわけですね。はい、すごいですね。なかなか、あ、これもバックスライド。で、ここでまた変わりまして、もうこのね、顔のペイントがこう胸についちゃってるんですよね、この組み合って。で、あ、これ拝み渡り的な、そうそう、なんでもアンダーテイカーの、あ、テイカーの方ですね。そうか、テイカーですよ、テイカー好きでしたもんね。で、なぜかちょっと不思議だったんですけども、はい、この抜けるもん選手は多分この試合の前ですかね、相当練習してきたんですかね。なんかもう、はい、なんかすでにこういろんななんかダメージを負ってると言いますか。はい、あの、いや、一人でちょっとね、あの、受け身をしてきたのか、あの、自分でね、はい、こう胸板に気合い入れてきたのかちょっと分かんないですけども、相当なんか、はい、もう体温まってる状態ですよね。はい、やっぱこれやっぱそれだけ気合がこの試合に込められてたわけですかね。そうですね、あの、はい、この前に1試合やったとかそういうのではない。そういうことではなくて、やっぱり自分でね、はい、もう胸をあのパチパチパンチじゃないですけど、ああいうふうにこう気合い入れたわけですね、やっぱり。はい、やっぱ肌がね、とてもこう白いというか綺麗な感じなんで、やっぱそういうのはやっぱ目立っちゃいますよね。はい、体もまあ大きくはないですけど、すごい引き締まってるというか、はい、筋肉質ですよね。やっぱそれこそ猪木さんみたいな、ああいう細身のマッチョというか、はい、ああいうテイストですよね。で、どうなってんだ。あ、すごいですね、これもフロントスーベックスですかね。これは、あ、これはあれか、スリーアミゴですね。すごいですね、スリーアミゴス。レガットに入ります。で、面白い技は結構この丸め込み的な、これはあのメンズ帝王選手なんか、あー、まあ、はいはいはい、なるほど、まあ、最近とメンズ帝王選手ヨーロピアンクラスですか。あー、はい、帝王選手、もう帝王選手といえばね、もうこの業界のもう神様のような方ですからね。はい、で、あ、ヘッドバットをね対応してわざとこう音を聞かせるような、すごい音ですよね。もうあのゴツンという、もうゴツンとしか言えないんですけど、はい、頭に響く音というか。で、まあ、ちょっと全然話変わるんですけど、やっぱこの日もお客さんが結構入ってたなというか、はい、どんぐらい、60人ぐらいですかね。どんぐらいですか ね、結構そのわらびいろんな興行ね、たまに見に行きますけども、その中でもね、ちゃん、まあ、割ときちんと入ってるっていう数字ですよね、これはね。ちゃんと向こうが埋まってますからね、これ。それだけの人がやっぱり、興味を持って見に来てるというね。で、あ、これ椅子ですね。はい。あ、こういう悪いこと、あ、そうですね、まあ、さっきちょっと言ってましたけど、悪いことをすると。はい。で、これによって、これによってじゃなかったんでしたっけ？この椅子でも、椅子でも、あれですね、反則を取った後ですね、すかさず、はい。なるほど、やっぱ椅子はダメと。はい、レフェリーの方にもやってきましたね。ああ、なるほど。さすがにそれはちょっともう、試合を認めるわけにいかないってことですね。はい、なるほど。ということで、これは、まあ、じゃあ、抜けもんさんの組が、まあ、一応反則勝ちと。いうことですね。で、まあ、京志郎さんが一応ここで、一応京志郎さんというのはその NUWA に、まあ、なんだろう、攻めてきてるっていうことなんですかね。その学プロというものに攻めてきてる。立場が微妙なんですよね。あ、まあ、そうですよね。その草プロレスというものに所属しながら学生プロレスに参戦してるわけですもんね。はい、で、まあ、一応ここではその自分は、その試合数も全然違うと、ね、お前ら甘いっていうことをこう言ってたわけですね。で、非常にもうこれは額を割っ
ってる状態ですよね、この、最後ね、鉄柱に打ったんですかね。椅子ですかね、椅子に、で、それで転げ落ちて、ね、こうあのリング下で治療しておりましたけども、あの抜け物さんがね、もう大流血ということで、もう大変な騒ぎですね。あれ、これ、あの、取れちゃってますけど。はい。ね、まあ、それで、まあそうね、そうやって傷を負いながらも、そういう、その相手の教授さんの悔しい、ね、言葉を浴びつつ、で、この2人で、まあ、なんでしょう、プロレスをがやりたいということで、アピールしたわけですね。はい。で、まあ、で、最後はちょっと、どういう流れだったのかなんですが、まあ、ダンスを、まあ、僕らはだから、プロレスでじゃあ見せますと、高々に宣言をしたんですよね。はい。だけども、やったのはダンスだったと。はい。まあ、盛り上げていくということでダンスになったわけですね。丸物を着てね。なるほど。踊ったということで。それさすがですね。はい。で、休憩をなりまして、はい、休憩中ですね、リングがちょっと破損したんですかね。これは、タッチさんじゃなくて、志田さんですね。はい。志田さんの方ですね。はい。下光さん、この日は、あの、なんでしょう、その現場の管理者的な立場だったんですかね。まあ、そうですね、下選手。はい。まあね、あの、自分の男ですから、ね、へんてこな使い分け方しないかなとか、見張ってたんですかね。うん、はい。まあ、ちょっと発想、リングのね、マットの修復をしていたという絵でございます。はい。で、次がですね、セミファイナル。はい。あ、これはその珍しいと言いますか、非同定対決、ここに極まれりということで、シングルマッチ45分一本勝負、キシフコレクション AF 対、マラスジサオミチさんですね。はい。はい。これは図式としてはね、珍しいということで解説が入ってましたけども、はい、そのさっきの第3試合はベビー対ヒールということで、はい、同定軍対非同定軍という戦いの図式だったわけですね。はい。で、ここは非同定選手同士の戦いということで、はい、まあ、要はなんだ、プロレスで言ったらっていうか、その、まあ、ヒール同士が戦うみたいなことなんですかね。非同定がヒールなんですね。ヒールっていうか、そうそういないんですよね、やっぱり。なるほど。学生プロレスやってる。あ、なかなか貴重な存在ということ。非同定っていうか、はい。ああ、そんな二人がぶつかり合うと。はい、鬼畜コレクションさんと、マラスジさんが、はい、これはもう名前の通りでいいんですかね。そうです。ミラノさんと、鬼畜コレクション選手は、ジェフ・ハーディー選手です。あ、そうですよね、ジェフ・ハーディー選手が。マラスジさんは本当にもう丸藤選手、はい、もうね、タイツもこれそうですよね。はい。じゃあかなり異色というか、ジェフ対、ね、丸藤なんてのはなかなか見ようにも見れない対決ですけども、で、またちょっと照明が切り替えまして、ですね、この2人は、結構もうキャリアのある、マラスジ選手は今3年生なんですけど、3年生、はい、去年から始めまして、実質2年目です。あ、先輩だけども2年目。はい。なるほど。そして、キシコレクション選手が、4年目ですか、4年生の。なるほど。じゃあ一応、まあ、キチクさんの方が先輩というか、まあ、先輩だし、キャリアもあると。はい。そして、タッグチャンピオンでもある。あ、なるほど。あ、先ほどの大統領さんのパートナーってことですね。はい。なるほど。あ、4年生同士で組んでるんですね。はい。なるほど。じゃあ、チャンピオンに、じゃあ、立ち向かっていったわけですね。はい。で、まあ、この2人ですから、結構こう、素早い攻防といいますか。はい。動きで見せる的な。あ、腕の取り合い。あ、場外にまで。はい。すごいですね。
とこれはあれですね、丸藤選手の、はい、コーナーからコーナーへというロングコーナー、2コーナーですね。そう、まあちょっとこのね、わらびのリングって普通のリング若干小さいんですが、でもそれでもすごいですよね、この跳躍というか、はい、1回失敗したんでしたっけね、これ、はい、で、また飛び直したんですが、まあ見事にこれは当たりまして、はい、でもちょっとその技の体勢が悪かったですね、足を痛めたようにちょっと見えたんですが、で、これは多分なんでしょう、タイガードライバーかタイガーフロージョンを使うかどうかわかりませんけど、はい、タイガードライバーも得意技の一つでして、あ、タイガードライバーなんですね、やっぱり、はい、なるほど、で、円錐で返すと、はい、で、これはフロントスープレックスですかね、これはノーザンですね、あ、ノーザンですか、はい、ブリッジがいいですね、はい、で、スワントーンですね、これはね、本人はスワントーンとはちょっと違うって、あ、本人は違うんですか、でもまあね、ジェフ・ハーシーならスワントーンですけど、まあ違うんですね、これは、まあ、コーナーからやるのと、ああ、その真ん中から飛ぶやつなんで、違うっていう、なるほど、はい、そうですね、なかなかその高度な攻防といいますか、やっぱり先輩同士っていう、ここまでずっとね、その新人が絡む試合が3試合並んでたんで、先輩同士の、先輩というかその、キャリアのある人同士の試合ということで、結構かなり高度な攻め合いだったんじゃないですかね。はい、で、あ、これで、すみません、終わっちゃいましたね。最後はこれは、知らないようなやったところをもうちょっと戻ってもらっていいですか。はいはい。はい、どこ知らないようなやったところを、はい、バッククラッカーで返したんですよ。ああ、はいはい。あ、なるほど、なるほど。あ、ここの写真ですね。これ、あ、この膝を。はい。はい、そして、ここから、ファイヤーバードスプラッシュ。あ、そうそう、ファイヤー、すごい、そうですね。ファイヤーバードですよね。はい。すごい技出してきますね。はい、なるほど。それで、フォールです。いいカウントと。はい。なるほど。見事、まあ、さすが先輩は強かった。まあ、チャンピオンですからね。タッグチャンピオン。コレクション選手が勝ちましたと。で、メインがですね、王座にかけろ、NWA&RWO 統一選手権試合、シングルマッチ60分一本勝負、これタイトルマッチですね、はい、王者が抜き道山選手で、挑戦者がぶっかけ八兵衛選手ということで、これがそのチャンピオンですね、はい、ベルトがこれは統一、二冠統一ってことですか、三冠統一、はい、NWA と RWO ともう一個何か、 NWA はもともとジュニアとヘビーを統一したと。あ、なるほど、もともとはそのジュニ、はい、NWA のジュニアとヘビーとあったのが現在は1本になっていると、1本というか1つのタイトルになってて、さらに RWO も統一されていると。すごいタイトルですね、はい、そしてこのレジオーダー選手のガウ、はい、もう、長い結構歴史のあるガウンでして、はい、こうチャンピオンに代々受け継がれているという。あ、チャンピオンが着ることのできるガウンなんですね。はい。実情、このベルト戦というタイトルの4冠って言っても過言じゃないですか、ね。なるほど、このガウンまでがタイトルであると。はい、確かにね、抜き道山という名前なのに、なんでこのサツというなんかちょっと、あれ、衣装なのかなと思って見てたんですが、そういう意味合いがあると。はい、その別に、ね、はい、キャラとか関係なしに、もうチャンピオンが着る服だと。はい、すごいですね。で、結構歴史のあるタイトルなんですかね、もう創立されてから結構やっぱり、統一されたのは去年ですね。あ、統一されたのは去年。あ、はい、そもそもその RWO というですね、 RWO というのは、立教さんですよね、はい、で NWA というのはまあ日大さんで、はい、で、あそこと統一されたのが去年なんですね。去年、はい、結構これじゃあ業界的にはやっぱり大きなニュースだったんじゃないですか、はい、ね、統一って今いろんなベルトね統一されますけども、なかなかやっぱないですからね、そんだけ、はい、そんだけじゃあどんどんタイトルの価値がね、こうやってベルトをね、はい、
ね、厳重に扱っておりましたけども、はい、チャンピオンの抜き道山さんというのは、まあ、もちろん4年生の方で、はい、で八兵衛選手というのは3年生、はい、でやっぱ抜き道山選手というのがやっぱりすごいですね。すごいなんてそのやっぱナチュラルに大きい、その体格もそうですし、はい、その、まあ、先ほどのね京城さんとかとはまた別のオーラといいますか、その、はい、結構なんていうんですか、その王道というか、まあ、名前もね抜き道山ですから、やっぱりでも力道山的なファイトではないですよね。こちらはやっぱりあのドラゴンゲートが、あ、ドラゴンゲート、はい、まあ、ベースというか、なるほど、はい、で八兵衛選手というのは、まあ、これはうっかり八兵衛ですよね、多分。そうですね。モチーフで、はい、でもうっかり八兵衛的なファイトではないですよね。はい。そう、まあ、本人総合のベースがありまして、あ、そうですね。キックを何か聞きたい、そうですね。キックをやられてるということを言ってましたね。はい、なるほど。じゃあそういうのがベースになってると。はい。あとローキー選手が好き、あ、ローキー選手。はい。じゃあちょっとじゃあうっかり八兵衛だいぶ遠いですね。和風ですしね。名前って結構適当なんですよね。あ、まあ、名前とキャラは完全に一致するわけではないんですね。はい。なるほど。はい。ね、どんなチャンバラを見せてもらえるかと思ったんですが、そういうわけではなかったんですね。非常にほら、やっぱり力道山対八兵衛って言ったらね、もう和風のテイストがプンプンしてたんですが、そういう試合ではなかったですね。はい。なるほど。で、まあ、タイトルマッチということで。で、学プロというのはやっぱりその、4年生はやっぱりね、自動的にもう引退を控えてるという。はい。だからその引退までにやはり取り替え、ベルトを取り返さないと、やはり先輩を超えたというのが残らないんで、はい、やっぱりこう、その後輩たちは、やっぱ必死になってやっぱ取りに行かなくちゃいけないっていうのがあるんですよね。はい、そうですね、やっぱり。そのまま返上させるわけにはいきませんからね。そうですよね、そのままやっぱ卒業されてしまったら、やっぱり、なんていうんですかね、やっぱその後輩たちの格といいますか、やっぱり、はい、やっぱ最後はやっぱ超えたいですよね。超えなきゃ、やっぱ団体としても。そうですよね、だんだんそれ、はい、ね、あの先輩すごかったっつってね、次の年あの先輩すごかったなっつって、どんどん下がってきますからね、超えずに終わっていったら、はい、やはりそこはどうしてもやっぱ倒さなくちゃいけない相手ということで、はい、で、抜き道山さん、これはグローブを着用されてる。グローブ、テーピングですか。あ、テーピング的なものですか。はい。やっぱここ蹴りがやっぱりね、はい、鋭い蹴りがやっぱり。で、抜き道山選手はやっぱりどっちかというと準プロレス的な選手ですもんね。やっぱりすごいですね、蹴りが、はい、でどっちかというとこういうパワーで押していく選手なんですかね、チャンピオンがやっぱり。そうですね、すごいですね。さすがにやっぱりもう見た感じ、まあね、パワーで勝てそうないですからね、この体格差といいますか、はい、この厚みがやっぱ全然違いますもんね、はい、うわ、さすがにパワーでは勝てませんね。で、あ、こういう、まあ、キックボクシング、はい、こういう、あ、やっぱ総合というか、そういうこういう間接的なものもやっぱりやられてるってことですかね。はい。なるほど。八兵衛選手当日はこうやって、まあ、一曲で腕攻めで、あ、なるほど、活動を出したいっていうのが。あ、なるほど。はい。やっぱ蹴りにしてもそうやって腕にちょっと入れていく的なところもあれば、腕攻めに出ると。はい。なるほど。これはなんかすごい技ですね。バックブリーカー的な技をこう、首に入れていくというのは。あ、シュバイン固めっていう。シュバイン固め。シーマ選手。ああ、なるほど。ここでドラゴンゲートが登場するわけですね。はい。これはすごい技ですよね。あ、で、さらに、あそこで固めてるわけですね。なるほど。で、これは、これフットスタンプ的なものを狙ったんでしたっけね。そうです、フットスタンプ。一発目は、はい、しっかり当たりまして。で、二発、もう一狙ったところを。避けられてしまったと。はい。
で、これがアルゼンチンですかね。そうですね。アルゼンチンは、はい。すごいです。このラリア、これもラリアットもね、はい、すごい当たりで。で、トップロープ。はい。に、これ、膝で蹴ってるんですかね。さあ、ですかね。で、そこはまあ返されたんですね。パワーボムで。はい。返してると。はい、あ、で、嬉しい。やっぱ、あ、いいですね。総合的な。すごいですね。やっぱ、ほんと腕攻めなんですね。剣道家臣も好きなんですよ。あ、剣道家臣、なるほど。はい。すごいですね。いろんなもう混ざってるんですね。はい。あ、もう徹底してますね。これは写真がちょっとわかんないですけど、あ、またラリアット。とにかくやっぱ決め技がラリアットなんですかね。あの昔ラリアットで、はい、先輩の奥歯が曲がったっていう。奥歯が曲がった。そんだけすごい力を持ってると。はい。で、最後これは。ライガーボム。ライガーボムって、その、上げたら、その、相手の両腕をクラッチして。あ、クラッチ式の。はい。ああ、なるほど。あ、そうですね。クラッチしてる写真はちょっとないですけども、まあ、そうですね。じゃあ、受け身がもう本当取れない状態で。本当に、そうです。しかも足のクラッチも入ってて。なるほど。ちょっと見えないですが、この膝の下に、この、肘というか、が来てるということは、そうですね。ここに折りたたんでるということですよね。それで、まあ、その、両腕で相手の両腕を掴んで。そうですね、その内側では掴んでるってことですよね。はい。あ、これはもう受け身取れないですね。はい。なるほど。で、まあ、これで決まりまして、もう本当にもう、もうみんながもう大丈夫かってことで駆け寄ってるわけですね。はい。もうそんだけすごい技だったと。まあ、防衛いたしまして、ね、抜き銅山選手が。はい、で、まあ、チャンピオンからみんなにも挑戦してこいというアピールがあったわけですね。はい、で、まあ、後輩たちも、まあ、もちろんそうだけども、同じ学年の人たちにも、まあ、挑戦を呼びかけたと。ヤイシン大統領と私服コレクションの AF 選手ですね。あ、なるほど、タッグのチャンピオンにも。はい、全然ね、試合をしてないっつって言ってましたけど、全然ね、あのもう何でも絡んでないっつって。はい、本当に全然絡んでないです。結構後輩とばっかり当たってたんですね。ですね。で、不動産選手は2年生の時にチャンピオンになりまして。あ、もうじゃあずっとチャンピオンなんですね。はい。おお、これはやっぱ絶対呼ばれるだけのあれがあるわけですね。はい、すごいです。じゃあもう何年も、じゃあ本当に、じゃあもう必死になって取りに行かないと、これは本当にまずいわけですね。はい。いや、やっぱ見てて、やっぱ本当にこれ誰が取り返すんだろうかっていうね、はい、ありますからね。で、これで写真はこれで、あ、最後にダーですね。はい。学プロではこのダーが恒例というか、そうですね、なってるそうで。はい。で、まあ、ダーで締めまして、まあね、おしまいということなんですが、やっぱチャンピオンはやっぱ強いですね。あの前にそのシカプロさんでもちょっと抜き戸田選手見ましたけども、やっぱナチュラルなパワーというか、やっぱあのラリアットの威力もね、本当にすごいですし、これどうですかね、今後やっぱどの辺が取り返しに行くんですかね。本当に見えないですよね、その辺。あ、もうそれぐらい絶対王者だと。はい、困りますね、なかなか。で、で、10月でしたっけ、その、また学祭シーズンに入ってって、はい、10月のちょっと日にちは私、あれなんですが、そう、今日はその休日のうちですね、休日、まあ、日大ですが、今日学祭で、はい、調整してこいと、はい、言ってましたね。はい、なるほど。じゃあ次のその、NUWA さんとしての興行はその学祭の中になっていくわけですね。そうですね、はい、なるほど。すごいですね、ちゃんとこう続いていくわけですね、そういう構想がね、ベルトを巡る戦いというか。はい、いやだから
まあ、さっきもね言いましたけど非常に興行として、もう本当にこれプロレスですね、やっぱね。ああプロレスですねっていう言い方もちょっとなんか変なんですけどプロレスじゃないものを見たわけじゃないんですが、なんだろう、別に例えばこれを説明を受けずに、この人たち学生ですよとか学部ですよっていうのを全然説明がないで、いや今日はねちょっとインディー見てってくださいっていう風にボンってここにね放り込まれても、なんか納得してこう見れるだけの内容があったというか、でもすごいちょっと本当にちょっと目から鱗的な気持ちでしたね。で私DVD を買わせていただきまして、はい、2010年度のベストバート集という、はい、あれを買ったんですが、それまだちょっとまだ見てないんですけど、これもねちょっと見てまたどっかで述べたいと思いますが、このベストバート集っていうのは、まあ、このその前の年の興行だとかが入ってるところなんですかね、はい、ここは学祭シーズンの中でその、まあ、選手の中で話し合って、この、まあ、よ良かった試合をこう入れていったという。なるほど、はい、そうですね、これもちょっと見ないとですんでね、ちょっとやっぱ学でもね、もう今やっぱシーズン的にやっぱり今なんですよね、どの団体もというか、そのやっぱ学祭シーズンが一番盛んな興行が、はい、興行戦争ですね、興行戦争ですもんね、そうですよね、はい、でもまた学祭シーズンに試合をやっていくと、もう決まってる日にちとかそういうのが、はい、でまだはっきりとは決まってないですかね、はっきりと決まってないですね、申し訳ないです。あ、なるほど。で、まあ、はい、決まったらば随時団体のホームページに上がっていくんですかね、はい、ホームページですか、あとは、ツイッターの公式アカウント、ね、公式アカウントもあるんですよね、はい、そうですね、こちらぜひチェックをということで、はい、じゃあそんなとこでいいですかね、はい、じゃあまあこれからも楽しみ、また私も、都合はつけばですけども、ぜひ場所的にはその大学の中でやる、いや、そう、大学の中です、ね、ですよね、はい、じゃあ大学、私がね、もう、まあ、一応私も大学生だった時期があるんですけど、あんまりそういう学祭とかを盛り上げるような大学ではなかったので、全然感覚としてちょっと分からないんですけど、それでも普通にもうテクテク歩いて普通に行ったら別に勝手に入っていいものなんですかね、そういう、まあ、今日は学祭そうですね、別にもう、はい、もう完全に解放されている状態なんですかね、まあまあ、自分の知ってる中ではそうですね、あんまりそういう厳しく、なんか入場を取り締まってとかそういうことはないですね、ないと思います。とりあえず基本的には誰でももう本当にその学祭というものには入っていっていいし、もちろん興行を見るのも自由というか、はい、そうですね、はい、なるほど。じゃあぜひね、皆さんもご覧になっている方ね、ぜひまた、まあ、日程は分からないんですけども、はい、ぜひご覧になってくださいということで、場所自体は どこっていうのはあるんですかね、今日は、日本大学の、はい、生物資源科学部と、生物資源科学部と、はい、法学部、法学部、はい、それと立教大学の方で、あ、なるほど、で、それぞれのキャンパスでやるとですね。そうですね。はい。それぞれのキャンパスで、まあ、リングを借りて、こちらに行ったりとか、あるいはその、マットを敷いて行ったりとか。なるほど。はい、じゃあ、立教だったら、じゃあ、池袋のあっちの。立教は池袋キャンパスですね。法学部が、あれは水道橋ですか？水道橋です。いいですね。水道橋でプロレスやってるっていいですね。はい、で、その、生物、あれは。生物は、神奈川の。神奈川の。小田急線の。はい。まあ、あっちの方だと。はい。船橋日大。前。船橋日大です。うん。じゃあ、まあ、その、どれかあたりで、まあ、やってると。じゃあお近くの方は本当にぜひですし、まあ、ぜひ足を運んででもじゃあ見ていただきたいということでね、はい、じゃあそんなとこで、じゃあ今日はあと、じゃあね、このご覧の方々何か
チャット欄でも質問ですとか何かあればね、どしどしと。はい。ね、なかなか私自身もそのやっぱりプロレスをしてる人、まあそのね、興行な、実際そのプロというかそのプロレスに行って、まあね、選手とちょっと喋るとかそれぐらいのことはあっても、やっぱこんだけきちんとお話を聞くことってなかなかないので、やっぱりすごいですよね。やっぱやってる人から見るプロレスってやっぱ全然違うんだろうなっていうかね。特にチャット欄は大丈夫ですかね。ではでは、じゃあ録画はじゃあこの辺で切りますので、はい、ではでは、まあ、じゃあ本当の本当というか普通の重心の方ですが、ですね、今週すいませんね、まだ、ね、その水曜の分お送りしてないんですけども、今週土曜日ですね、うちは、日本武道館、オールトギャザーに行ってきまして、その後ですね、夜に、まあ、ちらちらと配信したいと思っております。ケアさんはですね、土曜日また試合が、はい、それはどちらの、あれですね、その草プロの NKW という、教授さんのとこですね。はい、そこで試合が行うと。はい、すごいですね、工業戦争ですね。本当にすごいですね。さっきはね、 G1 にぶつけてきたし、今度はあのオールズギャザー、まあ、もっと猪木にも、もうぶつけていくという。結構そういう出てしそういうのが起こっちゃうっていうか、ぶつけるつもりはないんですけど。ぶつけるつもりはないんだけど、やっぱりなんかぶつかってしまったと。まあまあ土日とかだとどうしてもね、どっか攻撃やってますからね。はいはい、すごいですね、連続で、ね、G1 とさらにオールトギャザーと猪木と全部を敵にも、敵ではないけど全部を工業戦争ですからね。はい、でもやっぱりそのあ、なるほど、あっちがぶつけてきたと。なるほど。そういうこと言ったらもう怒られちゃうんで。ああ、なるほどね。はい、もうそれだけの脅威を感じたわけですね、猪木もね。あそこの団体はもう潰してやろうかなっていうこと言ってるかもしれませんからね。で、それはどういう興行なんですか、その NKW さん。 NKW はその、まあ、毎年この夏の式やってる。あ、夏のビッグマッチ的なものが興行、恒例の興行あるんですね。はい、はい、で、まあまあ、お昼ぐらいからスタートして、はい、まあ、第1部と第2部で分かれていまして、ほう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 、まあ、第1はその、まあ、NKW のストーリーラインに乗っ取った形の興行を育てていして、はい、で、第2部は本当お祭り的な。お祭り的な。はい、本当に組むはず、まあ、お祭り的なカードですね。はい。そう、はい。すごいですね。それ結構毎年、毎年恒例なんで、これまでもいろんな催しというか。はい、確か、そのお祭りもあるんです。そう、お祭りの中でそのプロレスをやる。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はい。あ、結構見に行くっていう、言ってる人がいる。あ、そうですね。まあ、ツイッターなんか見てると、結構いますね。やっぱなんか、なんだろう、私のそのフォロワーというか、まあ、勝手にフォローしてる人たちですけど、普通に、まあ、この人プロレス好きかなと思って、結構無作為にフォローしたりすることもあるんですけど、で、気がついてみると、そういう人たちがなんか、すごい楽譜を見るのに熱心だったりする人がたまにいたりして、やっぱいるんですね、そういう固定のファンっていうかが、やっぱり。はい。そういう人たちは、ね、なんだろう、お目当て、まあ、お目当てがあるのか分かんないですけど、その選手たちが入れ替わっても、やっぱりその団体を見続けるという、何かあるんですかね。やっぱり団体のファンとか。あ、団体のファンというのがあるんですね。はい、なるほど。まあ、歴史はね、やっぱありますからね、本当に、下手な団体よりは全然歴史が皆さん、その各団体ありますからね。NKW さんは確か2002年から。なるほど。いらっしゃる。じゃあもう10年以上とですよね。NKW はもう本当に。今年で9周年ですか。9周年。おー。はい。すごいですね。なかなか。で、草プロなんで、だから入れ替えがないわけですね。入れ替えというか、まあ引退とかすれば別でしょうけど。そう。ね、なんか4年生だからいなくなるとか、そういうことはもうないですもんね。まあ今日は、まあ、育田は中学生から。おー、中学生から。中学生でもや、はい、やってる。まあまあね、最近はプロでもね、愛するもんとか、ああいうね、若い人たちもいるからですけど、でも普通に考えてね、中学生、
で上は社会人まで。ああ、なるほど。いろんな年の方がいらっしゃると。はい。それも面白そうですね。まあ、まあ、その私は武道館行くんで、その日は行けないんですけど、はい、まあ、また、おいおい、いろいろチェックしていきたいですね。はい。で、やっぱその他団体というかに参戦するというのは、やっぱオファーがあるってことですか？まあ、オファー、ゲストがあるいは、自分で、あ、参戦直訴というか。直訴というか、まあ練習に行ったりして。なるほど、なるほど。はい。そういう団体間の交流みたいなのもあるってことですね。そうですね。か、まあ、うち、まあ、NUWA と NKW っていうのは結構すごい親密ですね。あ、親密なんですか。はい。まあ、教授さんがいらっしゃるからっていう。それより、もうちょっと前からです、ね。あ、前から。あ、もともと交流がある中に、教授さんが来たわけですね。はいはい、面白いですね。いいですね。でもやっぱそうやって、もちろんだからそうやってプロレスが好きな人がいっぱい基本集まってるわけですからね、はい、いいですね。やっぱやっぱ私なんか普通に生活してるとなかなかもうプロレスを好きっていうね人に出会うということだけでももう珍しいというか、なかなかまあこういう世の中ね、はい、あんまりねプロレス的にはいい世の中ではないんですけど、はい、なかなかないんだけど、そんな中でもプロレスを好きで、なおかつもプロレスをやろうという人たちがいっぱい集まってるっていう図式はやっぱすごい素晴らしいですね。はい。もうやっぱり大学行ってなんかなかなかいないですから。あ、やっぱり、あ、そうか、その団体の枠を超えちゃうと普通に生活してやっぱりあんまりいないわけですね。はい、ないですね、本当に。ああ。そうですもんね。普段は学生ですもんね、もちろんね。はい。はい。なるほど、そうか。やっぱ今の若い人というか。学生の中ではあまり流行ってるものではないと。はい。なるほど。でもなんとかねえ、それこそやっぱ昔、まあ昔の学生がどうだったかは知らないですけど、でもやっぱ今よりはきっとね、お前先週のあれ見たかなんだっていうね、はい、話をしたような気がしますからね。まあ、ぜひプロレスをね盛り上げていきたいもんですけども。はい、でケアさん自身はこのプロレスの活動っていうのは今後どうしていきたいかとか、そういうことってあるんですかね。はい、まあ、今後ってね、とりあえず社会人とかになったらもうやる気はないですよ。あ、やる気はない。もうじゃあもう引退を決めてるわけですね。ほとんど大学4年でも。なるほど、全うしようと。はい。あ、なるほどまた見る側に戻るというか。そうですね。あ、でもやっぱ年月でも結構どうなんですか、その先輩方とか卒業してもその OB として参戦したりするようなこともあるんですよね。あっちの団体はやっぱり OB のせいはないんですね。 あそこはないんだ。はい、はあはあはあ、団体によってはそういう OB の試合組むこともあるんですけど。なるほど。じゃあここはもうきっちり引退するんですね、みんな団体としては。そしてまあ他の団体でやるのもよしですし、あ、結構この日もその先輩方というか、はい、ね、試合を見には来てたんですね。いろんな方が、はい、私ね、あんまりお顔とか存じてないんであれなんですけど、結構ね、いろんな方がちらほらいらっしゃったみたいですね。はい、結構先輩方いらっしゃいましたね。そうですね。やっぱそういう人に見られてる感覚っていうのは、ちょっと何か感じるものがあるんですかね。やっぱり、本当に、自分の何倍もやってらっしゃるので、どう見えてるのかなっていうのは、結構、はい、やってるうちは感じないですけど、試合終わった後はやっぱりどうだったのかなっていう。あ、やってる時はもうやっぱりそういう試合にやっぱ集中してるんで、はい、終わってから気になると。はい、結構ね、ひとりさんですかね、ツイッターで結構その、細かな感想というかを、述べられてたんで、はい、やっぱり、うん、やってた人だけあるというか、そう、学プロをが好きなんだなっていうか、そういう愛情が見えたというかね、はい、ものすごいなんか、すごいしっかり見てるなっていうのがありましたね。すごい、まあ、いろいろあるわけですね。はい。じゃあ、そうだ、切ろう切ろうって言って切ってないですが、まあ、じゃあ、そんな。ここで録画はじゃあ切りましょう。では本当にね、今日はすみません、遅くまで
ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、録画でご覧の皆様はこの辺でございますんで、お疲れ様でした。